社で友達と遊んでる時に、泣いてる女の子がいた。お母さん、いなくなっちゃった。自分たちより年下に見えた。一緒に探してください。振りほどこうとしたけど、すごい力で掴まれた。女の子は、この神社にいるはず。って言うけど、誰にも会わなかった。それで夕方になって、疲れたし、交番に来るって話になったんだ。そしたらいきなり女の子が、怒鳴り出した。一緒に探してくれるって言ったじゃない。あなたも私を放り出すの。みんなそんなのばっかり、嘘つき、許さない。道路へ走り出した。そこに車が来て、間違いなく引かれた、と思った。それなのに車は、通り過ぎていった。気がつくと女の子は道路の向こうにいた。こっちを向いて無表情で俺を見てた。俺たちは怖くなって走って帰った。しばらくは何もなかったが、その年の夏休み、あの時の友達とプールで遊んでいると、友達が溺れてしまった。俺は助けられなかった。あの女の子が掴んでいるのが、見えたから、大人たちがすぐに救出したのに、あいつは目を覚まさなかった。あいつは半身くずいで、一生動けなくなった。